エンターテインメントっていうのはどういうものかっていうことを具現化してる男だから、きちっとハマるかどうかな。ああ、はい、関東では普通ですが、はい、さよなら。お前はもうやっぱりいらないやつだった。さよなら。ごめんね、花火投げてくれたのに。ロックです。ブナちゃん、どこの役で、ですね、すいません、それ全部ブーメランになってますからね。こういう配信者いねえな。マジで。いないんだよ。ほんといないんだよ。あの、なんていうの？アウトロー気取りのでもさ、ほんとみんなさ、あの、クソみてえな入れ墨見せてるだけでさ、ハータローばっか。ああ。洒落てねえの。おしゃれじゃないねえ、みたいな。わかる？いや、おしゃれになりたいのじゃなくて、もう俺はすでに洒落てるから。申し訳ない。その、なんていうの？生きてはいるくせしやがって、ほんとさ、洒落てねえな、こいつに。だ、俺もさ、あの、ジャージとか着るよ。その、ジャージ一つ取っても洒落てないんだよ。っていうものはよ、シャレだから。そいつのセンスが見えるか見えねえか。焼酎より洋酒にしましょう。いや、好きな酒飲めばいいだけの話。ただ、俺は、南はこの格好では歩かないよ。あの、間違われてバーンって撃たれる可能性があるから。それはやばい。わかるよね。言ってることはわかる。人違いは嫌だ。